い、ヨネコミックスマラちゃんの便検査、ちょっと便が難便です。たくさんしました。で、こうやって見ていくと寄生虫はいないと思います。ただこう便の中のこう、はい、細菌がまあちょっと動いてますね。まあ動いていいんですけど、ちょっと動きが激しいから腸内細菌層がちょっと崩れてるかなと。ただこれで原虫とかは分かるんですけど、ジアルジア、トリコモナス、そういうのはいないと思います。今400倍、続いて40倍、倍率を下げます。寄生虫の卵がいれば、海虫とか甲虫とかね、そういった線虫類の卵がいれば見つけられますけど、いません。便の未消化反応、未消化反応は出てます。ちょっと黒っぽいのが未消化反応だと思います。それから最後に浮遊法といって、あの寄生虫の卵、線虫類ですね、の卵があると、これで結構な確率で引っかかってきますけど、まあ、あの浮遊法というのは、まあ、便と特殊な液体を混ぜて10分放置して、比重が重たい液体なんですよね。そうすると卵が上に浮いてきますんで、浮いてきた上積みを拾うと。はい、寄生虫の卵はいないと思いますね。1分超えたね。以上です。